薄べりなんだから。なんか言ってもわからねえバカだよね、これ。ほんと腹立つ。自分がだらしねえからだよ、なんでも。なんでこうに布団をこうにやったらね、切れるでしょ、ほら、畳じゃねえ、あに布団をやってみよう、ほら。障子が破けるんだよ。わかんねえ、そのぐらいなこと。そのぐらい頭ついてねえ、あんたは。ほら、障子破いてるじゃねえ、こうに。物をこうにやって、ぶち投げて。ぶつかれば障子は破けるんだよ、あんた。ほんと頭ねえよね、こうなればこうなるって。これ見て、信号。この奥にも物がいっぱいし、ぶっつんであって、ほら、ここもほら、ほら、障子が破けそう。ほら、こうなってるもん。あんたに障子貼ってもらうかんねん。悪いけど。私貼らないかんねん、もう。あんたがみんな、こういう障子破くんだから。こんな破けてなかったんだから。ほんと頭ねえから、このガキ。こうなればこうなって、何もわかんねえんだよ。人がきちんと畳んだやつをさ、まためちゃくちゃにしてさ。座敷ってそういうもんじゃねえじゃねえ。ちょっと見てさ、一見綺麗に見えなくちゃしょうがねえじゃねえ、なんでも。どこいでも畳でも何でも物を置いて。そういうもんじゃねえじゃねえ、座敷って。自分の物を持って出てでもいいから。いなくていいから、あんたは。いても何の役にも立たねえから。あ、物は茶屋さん。またありがとうございます。パンでも買いくか、パン。パンでも買いくか、パンでもね。この前ね、買ったね。あそこのね、塩バターパンのとこね、美味しかったから、あのパン屋でももう一回行こうかな。パンでもね、ちょっと。うん、あーなになにあーちょーなに、ハリスさんがお揃いで買ったやつをプレつけてくれた。幸せありがとうでした。お揃いで買ったやつ。ああ、クマみたいなやつね。クマとウサギみたいな。あ、ナックさん、おはようございます。そう。そうなんですよ。ああ、得意だ終わりああ、だまーちょーはい、来たー、ちょーちょーマジか。なんか、いろんな人が投げてくれてるな、今日な。うん、いやー、マジかありがたいな、本当に。あー、この方が投げてくれたんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いやー、ありがたいね、本当にね。うん、いやー、ちょっと、パンでも買いこうか、うん。今日はパンじゃなくて、クレープでも食べようかな。でもなんか、さっき飯食わなかったけど、なんかそんな腹減ってないの。なんでだろう。なんか食ったような、食ってないような。なんか食ったっけな、覚えてないな。なんか食った気がするんだけど。あ、ヒットマンさん、ハートありがとうございます、うん。あ、おにぎりとアイス食ったのか。うん、おにぎりとか食ったな、そこは。あー、酔いのおばさんさん、ばあちゃんさん、あーだーだーさ、塩バターパンすっごい美味しいんですよ、あれ。すっごい美味しいんですよ、あれ。食ったことあります、あれ。あれ、マジでね、めちゃめちゃ美味しかったんですよ。うん、あれね、ほんと美味しかった塩バターパン。めっちゃ100円でね、すっげえ速攻売り切れるんですよ。税金入れても、消費税入れても108円ですよ。うん、あれね、ほんと美味しかった。うん、すごいよ、なんかもう焼きたてで出来上がった瞬間、バーってみんな取って、本当にもう一瞬で売り切れになるんですよ。本当に。うん、明太子フランス？明太子フランス？あの、原宿で食ったあの、あれか、うん。そうそう、あれ美味しいんですよ、本当に。あ、ビキニホタカさん、ありがとうございます、うん。そうなのよ。そうなのよ、本当にね。いやー、冷めると味が落ちる。そう。あとさ、俺これなんかね、聞こうか迷ったんだけどね、
ひなりんって子供がいるんですか？なんかわかんないけど。なんかあえて聞かなかったんだけど。なんかね、こう、なんだっけあれ。スマホ、まあ一緒のホテル泊まったじゃないですか。で、なんかひなりんが、こう、あれですよ、なんかこう、スマホいじった時にチラッて見たら別に操作してないですよ、誰かの時みたいに。うん、誰かの時みたいに俺は操作してないし見てないですよ。だから操作した時になんか子供のなんかなんだっけ待ち受けだかなんかにしてたみたいで、うんうん、もしかして子供いる人なのかなと思ってね、うんうん、いやスマホ奪ってないからチラッと見えただけだから、あいない、あ違う、じゃああれは違うんだ、あれは別の人のなんだ、なんか別の人のなんか知り合いの子供とかな、首から何ぶら下げてる？これですか？これはね、千年パズルです。千年パズル。まあでも30ぐらいになったらね、あ、自分の幼少期なんだ。へぇ。あ、そうなんだ。幼少期。自分だったのか。なるほど。トゥ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 なんか食い行こうかな、腹減ったかな、そんな減ってないけど。慎吾もうニコ生公式だよ。いや、なんか、うん、こう言って、まあ、まあ言ってもいいと思うんだけど、まあ呼ばれてたんですけどね、本当は。呼ばれてたんだけど、どうだろうな、わかんない。うん。あとなんか BS の番組みたいなの、なんか、一応声かかったんですけどね。それから話出ませんかみたいなことは言われたんだけど、なんかそれから返事ないな。うんうんうん。うん。うん。てて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 。マクロゲカが、これ3時っすね。クレープでも食べ行こうかな。何の BGM？ いや、これ iPhone の着信音ですよ、デフォルトの。うん。さっきのロートの歌の、あ、ロート製薬の、あれはね、ガリガリガリクソンのネタだから。うん、親の財産、食い尽くすの、あの、ラバースコンチェルトって言うんだっけ？あれも、ガリガリガリクソンのネタだから。ガリガリガリクソン捕まりましたよね、最近ね。罰ゲーム！マインドクラッシュ！パステルのプリンってなんだよ。いや、プリンはマジでかっぱ寿司のね、プレミアムプリンが一番美味しいです、ほんと。あれ以上に美味しいもんってないんじゃないかな。あれよりも美味しいプリンってないんじゃないのかな。俺、高いプリンとかも食ったことあるけど、かっぱ寿司のプレミアムプリンが今まで食った中で一番美味しかった。クレープ。クレープか。クレープ食いたくなってきたな、なんかな。クレープ買いに行こうか。今日こそクレープを、あ、でももう今からじゃ間に合わないかな。食べたら激甘やった。美味しくなかったっすか？プレミアムクレープ。あれ美味しいでしょ。
あのプリンマジ美味しいですか。